はい、今日はですね、たくさんお洋服購入してきたので購入品のご紹介していきます。買ったブランドとしては無印、まあ、ちょっとユニクロとコンドアーデコトニエとバナナリパブリック。雰囲気としては今まで私ちょっとカジュアル寄りだったんですけど、今まで持ってるお洋服を活かしながらもちょっとエレガント寄りな感じとか、ちょっとフォーマルな雰囲気とか、カチッとした感じで自分らしいお洋服買ってきましたので、いろいろ合わせてみながらご紹介してみたいと思います。ということで、まず無印の購入品から。まずこのトップス、可愛いですよね。これシャツなんですけど、レギュラーカラー半袖シャツ、涼感ブロード、さらりとした肌当たりが特徴の涼感素材を使いました。綿はオーガニックコットンです。綿 100% で涼感の素材みたい。そしてこれはブルーストライプっていう本当に細かいストライプです。私今回 XL 選んでみました。 L と XL を両方着てみたんですけど、ボトムスと合わせた時のバランスが XL の方が良さそうだった。すごいちょっとカチッとしたい気分の私にぴったりの雰囲気でした。で、着心地もすごいいいし、薄すぎもせず厚すぎもしない、そしてちょっとこうひんやり涼感なシャツ、普段使いにすごく良さそうなシャツだなと思いました。で、今合わせてるこの綺麗なテーパードシルエットのパンツ、これも無印で買ったんですけれども、シワになりにくいタックテーパードパンツ、洗濯後にシワになりにくい素材らしい。そして撥水というすごい機能的なパンツ、ブラックの L サイズ購入してます。ちょっとオフィス仕様な感じのザ・ベーシックなテーパードのパンツが急に履きたい気分になりまして、なんかこう革靴と合わせて素敵になるようなパンツが欲しくて選んだんですけど、ベルトして着用してもいいし、ちゃんとこう前にタックが入ってて、そんなにこう太すぎもせずベーシックな形だとは思いますが、普段使いにすごくいいんじゃないかなと思います。オフィスとかでも良さそう。無印も最近ナチュラルすぎないというか、そういうお洋服も結構あって、これから定期的にチェックしたいなと思いました。普段のお洋服無印でいいかもってすごい思った。で、もう一点無印で購入してて、それがこのブラウスなんですけど、なんかすっごく女性らしい雰囲気のブラウス。なんか今までこういう襟があるタイプのシャツは選ぶことがあったんですけど、なんかこういうブラウスって本当に選ばなかった。この首が丸首で、しかもちょっとこうポワンとなってる感じのもの、まあ、ちょっと今の私のテーマとしてエレガントとかちょっと女性らしい雰囲気も出していきたい気分で、でも今まで持っていたものもちゃんと使いつつみたいなことを考えた時に、持ってたデニムとかをちょっと女性らしく着れるようなアイテムがあったらいいなと思って、その一つとしてこのブラウスを選んでみた感じです。これが乾きやすいブロード五分袖ブラウス、これも洗濯後シワになりにくく乾きやすい綿混素材を使いました。綿はオーガニックコットンですの L サイズ、コットンっぽい雰囲気の見た目のものですけど、綿が 60% ポリエステル 40% っていう生地感みたい。着てみました。すっごく可愛いデザイン。後ろ側に1個ボタンが上についていて、こんな感じでデニムに全部インしてピチッと着てみてもいいかなと思って、全然ちょっとこれまでのスタイルとは違う、上が膨らんでる分ちょっとメリハリをつけれる、体にメリハリはなくてもメリハリをつけれるなと思ってインしてみました。すっごい足長効果。このパンツも結構ハイウエスト気味のデニムだからスタイルよく見えそうな気がしてます。このトップスの丈感は出すとこんな感じです。出すって着るとよりなんか可愛らしい印象っていうか、ちょっとなんかポワンとした雰囲気になると思うんですけど、私はインしてきちっと着たい気分でした。これまでデニムもちょっとゆるゆる着てたけど、きちっとして着ていきたい。
この夏は。このデニムはちなみにヤヌークのデニム、こうやってなんかインして着てみたことがなかったんですけど、なんかインするとよりこのデニムの綺麗さとか雰囲気の良さが出るなと思いました。新しい発見で、続いてはまずちょっとユニクロの購入品1点ご紹介すると、今日着るお洋服で急遽必要になったものなんで買いました。エアリズムコットンブラチューブトップ、気になってたんですよね。ブラックの M サイズ、この紐が外せるタイプのチューブトップでカップがついてるもの、見えるお洋服、透け感があったりとか横から見えたりとかしても全然大丈夫なタイプの、1枚持っとくといいなと思っていたんですけど、実際着てみてすごい良かったです。結構フィット感がしっかりあるから、この紐なしでも着れそうだったし、この紐自体も見えたりとか透けたりしても変じゃない、ユニクロと豆黒ボウチの時の紐を思い出すかのような感じで、なんか見えても美しい感じだなと思っていて、私は一番基礎だなと思った黒を買ってみました。ちょっと続いてコントワーデコトニエ行ってみようかな。ユニクロつながりということで、コントワーデコトニエは数年前に日本ではファストリテイリングの中で運営されてると思うんですけど、だから店舗もユニクロの中の一部の店舗で取り扱ってる感じですね。フランスのブランドだからちょっとフレンチな雰囲気の、ちょっと女性らしいような要素が入っていて、私にとってはすごい新しいアイテムだった。なかなかこうコントワーデコトニエの雰囲気をこれまで私まとってなかったから新しかったけど、すごい今回ね楽しいお買い物ができました。今回は自分っぽいっていうよりも店員さんにおすすめされたもの、自分の中の感性にはなかったものだからすごい新鮮ではあるし、これから合わせていくのが楽しみ。まず一番新鮮なものでいくと、こちらの赤とオレンジの間みたいなカラーのブラウスです。ここから下切り替えがあって、ちょっとプリーツっぽい感じのデザインになっていて、で袖もすごくポワンとしてて、ここもなんかプリーツが入っているところからなくなっていくみたいな雰囲気のデザインになっていて、背中の部分には1個ボタンが上についていて、ちょっとこう割れてるみたいな感じ。もうこの今までになかったの分かります？もうこの色味もないし生地感もないしデザインもないし、でもなんなら自分の中ではもう本当に新しすぎるアイテムなんですけど、これお似合いになりそうってすっごい勧めてきてくださったんですよ。だからそういう自分の中の感性にないものは積極的に取り入れていきたいっていう私の今の気分もありまして、これを買ってみたんですけど、こちらがシフォンプリーツブラウスオレンジで、これ M サイズ買ってます。7,990円。コントワーデコトニエとてもお買い求めしやすくなってます。ちょっと前に私一回コントワーデコトニエでお洋服買ったことあるんですね、ユニクロに入ってからなんですけど、でその時はもうちょっと価格帯がプラス5000円ぐらい上だったんですよ。なんかだいたい1万円台か2万円台かなっていう感じのブランドだったんですけど、今回見たら1万円いかないものが非常に多くて、あれすっごい安くなってないって思ったんですよね。でそれをお伺いしたところ、今回の春夏からもともとコントワーデコトニエ、フランスのブランドでコントワーデコトニエが持ってるその工場かなんかで作ったものを輸送してくるみたいな感じだったから、その輸送費とかがいろいろプラスされて乗ってきていたけど、今期からユニクロの工場で一緒に作るようになって、だから生地とかそういうもの変わったわけじゃないんだけど、そういうなんかこう移動の時のコストだったりとかいろんな部分でコストがカットされた結果この価格になってるみたいなんですよね、っていうのを店員さんに教えていただいて、あ、すごくこのファーストリテイリングの中に入った良さ、これで上質なものでかつデザインも素敵なものがこの価格で買えるんだっていうことで、私これからコントワーデコトニエさらに
注目して見ていきたいと思いました。ちょっとまずこれ今のデニムに合わせてみます。はい、着てみました。こんな感じです。新しい私、ニューミーっていう感じですけど、いかがでしょう。この袖の長さがこう中途半端な感じっていうか、手首が見えるぐらいの長さ感になっていて、ポワンとしてるから、すごくこう女性らしい雰囲気がそれで出るんだと思うんですよね。私は結構こう長めの丈のものを好きでよく着てたけど、こう手首を出すことによって見せれるちょっと品みたいなものもありますよね。でここはゴムになってて、ちょっと袖肘のあたりまで上げることも可能で、そうするとなんかちょっとよりなんていうの、ラテンっぽい感じの袖感になって、なんかこれはこれで可愛いし、ちょっと夏暑ければちょっと上の方まで上げてみてもいいし、で背中は結構ざっくり開いていて、たまにこう隙間が見える感じで、ちょっとセクシーな感じもありつつ、うん、あとここの表面の表面感がすごく素敵だなと思って、このプリーツがねすごくいい。プリーツがないとふわっとしすぎるところがちょっと直線的なラインが出てて可愛い。ここら辺の途中までプリーツが入ってる感じもすごく可愛いし、青いデニムとかもすごい合いますね。ちょっと元気な印象になるけど、休日のエレガントにはすごいいいかも。南の島とか行きたくなる、海とか行きたくなるような色味ですね。あ、でこれ丈感としてはこのぐらいです。まあ、普通に出しても着やすい丈感で、出したら出したでいいし、ちょっとこう揺れる感じが女性らしいから、普通に出して着るのがベーシックな感じだと思いますね。ちょっと私はきちっとしたかったからインしてたけど、この袖のこの揺れる感じがすっごく素敵で、デニムじゃなくてもうちょっとしっかりしたものと合わせるバージョンでいくと、こちらも今回新しく購入したパンツなんですけど、これがバナナリパブリックのすごくワイドな感じのシルエットのスラックス、あ、ウール 100% の素材で、簡単に洗えないような感じにはなるんだけど、なんかこうきちっと決めたいみたいな時のパンツとして購入しました。まあ、形としてもまあ私がすごく馴染みのある得意なタイプの形かなと思っていて、こういうゆるっとした感じので、タックが2つも入ってるからさらにこうボリュームが出て、でも生地感とこのスタイルからいってちょっとスーツっぽい雰囲気だし、フォーマルな感じで着れる、だから結構着やすいと思うんですよね。普段の T シャツにスラックスにスニーカーとかでも合わせられるタイプだし、本当にオンの時にも着れるし、ちょっとエレガントな雰囲気、こういうブラウスとかと合わせてもいけるしみたいな、結構万能なんじゃないかなと思っていて、でいつもだったら黒とか選んでるんですけど、今回は女性らしい柔らかさを求めてこのベージュを選んでみたんです。それが新しくって、でこのオレンジにこのベージュもすごい合いそうじゃないですか、ってことで合わせてみたいと思います。着てみました。このパンツのシルエットすっごく綺麗じゃないですか。なんか理想的なスラックス、これはもう長らく私が求めていたスラックスみたいなデザイン、スニーカーでも合いそうだし、ローファーでも合いそうだし、でこれ私サイズ6なんですけれども、2が9号、4が11号、だから6は13号なんですね。で私ジャストは4だったんですけど、ページュはもう4がなくって、店舗にもオンラインにもなくて6を購入しました。結構人気のパンツみたいで、男性とかもね最近購入される方が多いみたいなんですよね。わかる、なんか男性でもこういうの好きな人多そう。黒と他にネイビーもあって、そっちはちょっとサイズがまだありそうでした。このオレンジとベージュの組み合わせも結構好き。今までだったら絶対 T シャツとかに合わせるけど、なんかこの華やかな感じが私にとっては今すごく気分です。でまだコントワデコトニエの購入品ございます。あと3点ありますけれども、まずトップスからいくと、
このニット、これサマーニットみたいな生地でちょっとあのコットンっぽい感じなんですけど、でも秋の新作みたいな感じで入ってたものです。こういう長い感じのニットの袖がないタイプで、で首はあるみたいな、ちょっと難しそう。これはなんかでも今までの私っぽくもあるようなデザイン、今の時期だったらもう1枚でも着れるし、秋とかになったら中にちょっと細身のニットの上に合わせたりとか、それこそブラウスの上に合わせたりとかしてもいいみたいなニットです。でそれにこれもめちゃくちゃ新しいですよ、スカート、こんな感じの今のこの着ているブラウスと同じ色違いで、これ黒もあるんですけど、こっちもオレンジと黒があるんですね。同じ感じのこういうプリーツが入ったスカートで、しかもそんなに長くない感じのスカートで、そもそもスカート履かないのにこんな女性らしい雰囲気の生地のスカートなんて選ぶ私じゃなかったんですけど、こちらもあの先ほどのそのベストのニットにおすすめされて、それの下にこういうの合わせても素敵ですみたいな、おすすめされて着てみたら、あ意外といいんじゃないっていうことで買ってみた挑戦のアイテムです。面白いんですよ、前がちょっとこう段々になってたり、透け感がそれぞれ場所によって変わってくる。で一番中の裏地は膝上までしかないから、足先は透ける感じで、それがすごく女性らしくて素敵なスカートです。着てみます。はい、着てみました。私らしくないまた雰囲気ですけど、素敵じゃないですか。まずこちらのニット、結構あの編み地が粗めっていうか、中が若干透けるぐらいの感じになってるから、そんな今から着て暑くもないと思います。コットン地だし、でこの首の部分も暑いかなと思ったんですけど、まあ、真夏は暑いかもしれないけど、そんなにこう首に思ったほどフィットしないので大丈夫そうで、結構脇の部分がこうやって開いてて、中にあの先ほどのユニクロのものを入れてるんですけど、だからいろいろ中にシャツとか入れても良さそうな感じの脇の開き具合。こういう私ノースリーブ系は脇が結構がっつり開いてるものの方が好きで、これぐらい開いててくれると助かるなっていう。で長さが結構しっかりあるんですよ、もうこれお尻完全に隠れるぐらいまでの長さ感で、これ出すとこんな感じです。ちょっとこうなんだろう、ここら辺にメリハリがなくなってお腹が出て見えるかなと思って、ちょっとここに引っ掛けたんですけど、細めのベルトとかでウエストマークをしてもいいっていう風におっしゃってました。私ねウエストマークをすると、ウエストがくびれてるようなウエストだったら細く見えると思うんですけど、なんか寸胴系のウエストがさらに目立つみたいになるので、ちょっとここら辺斜めのラインにしたらどうかなと思って着てみた。でスカートどうでしょう、分かりますか、この透け感伝わるかな。なんかね面白いんですよね、こことかかなり透けてるし、布が重なってる部分は透けがちょっと弱くてみたいな、アシンメトリーな感じのデザインだったり、すごい好きです。このなんか長さ、この長さがすごく私新しくて、スカートだとしてももう足首まで隠れる長さしか無理って思ってたんですけど、なんか足そんなにこうふくらはぎとか細いタイプじゃないから、だけどなんかこれはアシンメトリーだからいいのかな、ちょっと斜めにこうラインになってるからか、なんかそんなにこう足が目立つわけでもなく、軽やかな素材も相まって私でも履けそうなスカートだなと思ったんですよね。私はこれに例えばこういうソックス履いてレザーのブラックのスニーカー合わせたりとか、あとショートブーツ、革のブーツとか合わせたいなと思ってます。革のブーツすごく相性良さそうで、そしたら秋とかも使えるし、冬とかもしかしたらタイツ履いてロングブーツでも合いそう。なんかこう意外とこの丈感が合わせやすい丈感な気がしていて、今までの自分になかった感じでなんかワクワクウキウキしてます。そしたら最後なんですけど、こちらのパンツ、これもコントアデコトニエのものなんですが、綿の素材でストレートの
下がちょっとこう折り返しになってる、でちょっときちっと見えする本当にすっきりとしたパンツ、これも私の中では結構新しいんですけど、何が新しいかというとこのラインです。ここ最近、まあ、トレンド的なものもあって結構ゆるっとした足にまとわりつかないようなラインのパンツばっかり入ってきまして、ストレートだとしてもちょっとゆとりのあるストレートみたいな、これスキニーまではいかないけど結構細身なんですよね。それがねすっごい新しい、あの大学生ぐらいの時以来これだけのすっきりしたライン着てないんじゃないかなっていうぐらいすっきりしてて、その今きちっとしたいとかエレガントとかそういう雰囲気を着たい中で結構ストレートに振り切ってもいいんじゃないかって思ったところでこちらを購入してみました。こちらはコットンシガレットパンツ、ブラックで L サイズ9900円。すっごいラインが綺麗なんですよ。でコットンの生地だけどちょっとポリウレタン入ってるから伸びるのでピタッとしてるけど着心地よく履けるパンツ、ちょっと新しいんですけど履いていきます。どうしようかな、何に合わせるかなんですけど、ちょっとまずこの今のトップスのままで合わせてみたんですけど、この真ん中にセンタープレスが入ってるから立体的になってすっごいスタイルよく見えるパンツです。最近の全然流行りっていう感じの雰囲気じゃないけど、じゃないからこそいいというかなんかそう、私今回選ぶ中で一旦その流行だったりとかっていうものを考えずに今自分が着たいものとか自分をよりよく見せてくれるものっていうのを本気で選びたいって思ってたから、もうシルエットとかも今までの感じではないものに結果的になったんだけど、なんかこの身が引き締まる感覚になる、このスッとしたラインがちょっと姿勢もスッと良くなるような感覚があってすごく好きです。このトップスに合わせると縦長効果がすごすぎて、なんかここもなんか首も立ち上がってるからもう愛って感じですよね髪型もこんななんかコンパクトだからすごい雰囲気になってると思うけど、まあ、これもありだし、この元々持ってるマリメッコのシャツ、これ結構ビッグシルエットでユニセックスのシャツだからメンズぐらいの大きさのシャツなんですよね。でこれに合わせるボトムスっていうのが今までちょっとゆるっとしたデニムを合わせていたんですけど、なんかどうも自分の中でこれの良さが出てないなって思ってたりとか、ちょっとしっくりきてなかったのが、こういうのもこういうすっきりしたパンツに合わせればまたちょっと違って見えるんじゃないかと思ってちょっと合わせてみます。あ、いいかも、これが着たかったシルエットかもっていう感じになってます。うん、かっこいいかも。どうでしょう、この大きいシャツの良さが出てるかも、これだけコンパクトなパンツ履くと。うん、こういう感じで確かにな、うん、すっきりと見せられる、あ、いい意味でこう引き締めてくれていいかもしれない。今回コントアデコトニエはもう全部店員さんにおすすめいただいたものを合わせてみて、でそれを着て出てきた時の店員さんの反応を見て良さそうなものっていうのを買ってきた感じなんですけど、そうユニクロの中に店舗があるんだけど、コントアデコトニエはコントアデコトニエ専門のスタッフの方がいらっしゃって、で試着室ももう専門っていう感じだから、ユニクロみたいにこう自由に着て自由に選んでっていうのがちょっとしづらい環境ではあるけど、だからこそその自分の今までなかった感性を持ち帰れるチャンスだなと思ってるから、そのそう、私店員さんが接客してくださるタイプのアパレルショップは、その店員さんが本気で向き合ってくださる方っていらっしゃると思うんですけど、そのパターンの場合、あの私だから似合うみたいなものを選んでくださろうとするパターンの場合は、本当に私あんまりこういうの着ないんでってこう拒否するんじゃなくて、自分の今までのなかったものを何か見てくださってるかもしれないって思って積極的にそのなんか意見を取り入れたいタイプなんですけど、今回それですごい
楽しい体験ができた気がしてます。特に今自分がちょっと変わりたいと思ってたり、今のこの自分の気分って一体何なんだろう、どんな風になりたいんだろうっていうのがまだちょっと確立してない段階だったから、その段階でこういろいろコミュニケーション取れてお買い物できたのがすごい素敵な体験でした。で今回なんかすごい新しいものをいろいろ買ってみて、今ねクローゼットに新しい風が吹いてる。全然なんか違うものが目に入ってきて、すごい新鮮な空気になったんですよね。だから今までのちょっと今の自分じゃ心ときめかないかもって思うものをちょっと、まあ、今回新しく入る分手放せるものは手放して、ちょっとお部屋全体に自分の周りの環境全体に新しい風を吹かせていきたいなと思ってます。本日もご視聴ありがとうございました。